帝国となりました。開式、一同ご起立ください。礼。ただいまより第24回大阪体育大学大学院修了式並びに第49回大阪体育大学体育学部卒業式第12回大阪体育大学健康福祉学部卒業式を挙行いたします。ご着席ください。学域卒業証書授与。大学院博士後期課程修了生に博士の学域が授与されます。授与される方の氏名を読み上げます。返事をして壇上に上がってください。博士学域授与者、清水世史と。博士論文の論題はトップレベル競技者におけるライフスキルとキャリア形成の関連、レスリング競技者を対象として。学域清水世史と、本学大学院スポーツ科学研究科スポーツ科学専攻の博士後期課程を修了したので博士の学位を授与する。平成29年3月17日、大阪体育大学学長矢上泰隆、おめでとうございます。博士学位期授与者、片上恵理子。博士論文の論題はインフルエンスレシーブソーシャルサポートアスリートセルフコンフィデンス&サイコロジカルウェルビーイングです。学域片上恵理子、以下同文でございます。おめでとうございます。博士学域授与者、国政陽子。博士論文の論題は下体の骨格筋腱形態の発育過程における変化とケニアのエリート陸上中長距離選手の特徴です。学域国政陽子、以下同文でございます。おめでとうございます。博士学域授与者、陳育龍。博士論文の論題が大学生のライフスキルと運動習慣に関する中日比較研究。学域陳育龍、以下同文です。おめでとうございます。博士前期課程修了生代表者に学域また体育学部各コースおよび健康福祉学部卒業生代表者に学域並びに卒業証書が授与されます。授与される代表者の氏名を読み上げます。返事をして壇上に上がってください。大学院博士前期課程修了生16名起立。
以上を代表して近藤みどり、学域近藤みどり、本学大学院スポーツ科学研究科スポーツ科学専攻の博士前期課程を修了したので修士の学位を授与する。平成29年3月17日大阪大学大学学長八神康隆、おめでとうございます。着席。体育学部スポーツ教育学科高知教育コース卒業生151名、起立。以上を代表して井上翔馬、卒業証書、学域、井上翔馬、本学体育学部スポーツ教育学科所定の課程を修め、本学を卒業したことを認め、学士の学位を授与する。大阪大学学長、八神康隆、おめでとうございます。着席。体育学部スポーツ教育学科体育科教育コース卒業生85名、起立。以上を代表して藤井大輔、卒業証書、学域、藤井大輔、本学体育学部スポーツ教育学科所定の課程を修め、本学を卒業したことを認め、学士の学位を授与する。大阪大学大学学長、八神康隆、おめでとうございます。着席。体育学部スポーツ教育学科スポーツ心理カウンセリングコース卒業生61名、起立。以上を代表して岩井樹里、卒業証書、学域、岩井樹里、本学体育学部スポーツ教育学科所定の課程を修め、本学を卒業したことを認め、学士の学位を授与する。大阪体育大学学長、八神康隆、おめでとうございます。おめでとう。着席。体育学部健康スポーツマネジメント学科スポーツマネジメントコース卒業生65名、起立。以上を代表して辰間祐希、卒業証書、学域、辰間祐希、本学体育学部健康スポーツマネジメント学科所定の課程を修め、本学を卒業したことを認め、
各種の学位を授与する。大阪大学学長矢上義隆、おめでとうございます。着席。体育学部健康スポーツマネージメント学科アスレティックトレーニングコース卒業生58名起立。以上を代表して小野寺義信、卒業証書、学域、小野寺義信、本学体育学部健康スポーツマネジメント学科所定の課程を収め、本学を卒業したことを認め、学士の学位を授与する。大阪体育大学学長矢上義隆、おめでとうございます。着席。体育学部健康スポーツマネジメント学科健康スポーツコース卒業生64名起立。以上を代表して高橋直樹、卒業証書、学域、高橋直樹、本学体育学部健康スポーツマネジメント学科所定の課程を収め、本学を卒業したことを認め、学士の学位を授与する。大阪体育大学学長岩上義隆、おめでとうございます。着席。健康福祉学部健康福祉学科卒業生129名起立。以上を代表して古賀祐樹、卒業証書、学域、古賀祐樹、本学健康福祉学部健康福祉学科所定の課程を収め、本学を卒業したことを認め、学士の学位を授与する。大阪体育大学学長矢上義隆、おめでとうございます。以上で学域卒業証書授与を終わります。修了生、卒業生、一度起立してください。礼。着席。